ゲルダ・ビーグナーこと、ゲルダ・マリー・フレゼルゲ・ゲゴオリップは、エロティカで特に知られたデンマーク出身のファインアーティスト、イラストレーター、画家である。彼女は主に流行に乗った女性を画題とし、初期は、アール・ヌーボー、後にアール・デコのスタイルを用いて、絵を描いた。世界初の性別的高手術を受けたとされる、リリー・エルベの妻だったことでも知られる。ホブロー・コペンハーゲングレーゲルダに、ゆかりのある、 地下トリック教会の司教代理だった父、エミール・ゴトリップと母、ユスティン・ウスターブルクの間に生まれたゲルザは、ユトランド半島、グレーノー近郊の田舎町ハメリュで育った。父は、ユグノー系の生まれで、ゴトリップ家は、保守的な家庭だった。彼女には三人の兄弟がいたが、成人したのはそのうち一人だけだった。彼女は、幼少期から、絵画の才能を示し、 専門の教育を受けることにした。家族はホブローへ転居したが、その後彼女はデンマーク王立美術院での教育を受けるためにコッペンハーゲンへと移り住んでいる。王立美術院でアイナー・ビーグナーと出会ったゲルダは18歳で彼と結婚した。彼女に芸術家としての大きな転機が訪れたのはデンマーク王立美術院を卒業した。 直後の1907年から1908年にかけてで、これは新聞、ポリティゲンの開催した絵画コンテストで優勝したためだった。また、彼女の作品の一枚であるエレン・ハン・コールの肖像画が作風のせいで展示拒否された後、彼女はペザント・ペインター・ディスピュートと呼ばれる論争の中心人物となった。ゲルダはファッションに影響を受け、防具や ラビー・パリジェンヌなどの雑誌でイラストレーターの職を得ようとしていた。彼女はパリの画壇で有名な画家になったものの、故郷デンマークでは作品が論争を呼ぶものと判断されてあまり成功しなかった。彼女はヨーロッパ中のポピュラーアートスタジオで自作の展覧会を開いた。1925年には同年のパリ万国博覧会に合わせたコンペティションで、 作品が賞を受けている。彼女は広告用のイラストで有名となったが、人気のある肖像画家でもあった。彼女は同じく、デンマーク出身のバレリーナ、ウラ・ポールスンと親交を結び、ポールスンはしばしば、ゲルダの絵のモデルを務めた。ゲルダとリリーは、デンマーク出身の芸術家、ルドルフ・タイナやその妻エルナとも親しく交流した。ゲルダは、デンマーク王立美術院で、 同じく生徒だったアイナー・ビーグナーと出会い、ゲルダ18歳、アイナー22歳の1904年に結婚した。二人はイタリアやフランスを旅した後、1912年にパリへ落ち着いた。夫婦は当時流行していたボヘミアニズムに没頭し、多くの芸術家、踊り子、芸術界の人物と交流したほか、カーニバルなどの祭りによく参加した。当時アイナーは、 ゲルダよりも才能のある芸術家とみなされていたが、自分の作品や評価を投げ打って、ゲルダの追求する芸術を助けるようになった。ある日、絵のモデルが現れなかったため、ゲルダはアイナーへ、女物の服を着て、モデルになってほしいと頼んだ。彼女は、ストッキングとヒールを履いて、 足の部分のモデルをしてほしいと頼んだが、アイナーはこの時女物の服が驚くほど自分に合うように感じて、リリー・エルベとしての人格を受け入れたという。1924年撮影、アイナーと共に、リリー・エルベはゲルダにとってお気に入りのモデルとなり、ゲルダ自身も粋な服装に身を包みアーモンド型の目をした女性を描く人物として、画壇で有名になった。 1913年に、ゲルダの絵画の源となっていた、ファム・ファタールが、実は、夫・アイナーだったと明かされた時には、芸術界に衝撃が走った。この生活を続けるうち、アイナーは、リリー・エルベとして過ごす時間が長くなるようになったが、ゲルダ自身もレズビアンであることを公にしており、あまり問題は感じなかったとされている。アイナーは、次第に、自分を、 トランスジェンダーの女性だと認識するようになり、男性との交際も始めた。アイナーは、リリー・エルベという新しい名前で数年間独居した、あと、1930年に記録上初めてとされる、性別適合手術を受けた。ゲルダは、一般の場で、女性用の服を着たエルベを、夫・アイナーの姉妹だと紹介していた。二人には、性別適合手術前の1930年10月に、 当時のデンマーク国王クリスチャン10世によって婚姻無効が言い渡されたが、ゲルダはその後の手術を支え続けた。エルベは1931年に手術の合併症により亡くなった。1931年、エルベの死に打ちのめされたゲルダは、イタリア人士官、パイロット、外交官だったフェルナンド・ポルタ少佐と結婚した。 1896年生まれの彼はゲルダより10歳、年下で、二人は結婚後、モロッコのマラケシュカ・ソブランカへと移住した。時代の移り変わりで、評価の高い絵を描き続けることには苦労したものの、ゲルダは再婚後も絵を描き続け、作品には、アイナーの名字も含めて、ゲルダ・ビーグナー・ポルタとサインした。苦難の多い結婚生活の末、 財産をポルタに持ち逃げされたゲルダは1936年に離婚し2年後の1938年にデンマークへ帰国している1939年には最後の個展を開いたがこの時には彼女の作品は時代遅れになっていた子供もおらず親戚とも疎遠だったゲルダは一人暮らしをしながら叫びたりの生活を始めることになった 彼女は手書きの絵はがきクリスマスカードを売ることで収入を得ていたという。ゲルダは1940年7月28日にデンマークフレゼレクスブルクで亡くなった。ゲルダの死は第二次世界大戦が開戦しナチスドイツがデンマークに侵攻した数ヶ月後のことだった。彼女の小さな辞書はオークションで売却され地元市に 小さな追悼記事が掲載されただけだった。遺体はソウルビエア公園共同墓地にひっそりと埋葬されている。彼女がレズビアンだったかどうかに関しては議論の余地が残されている。アイナーとゲルダは互いに同性愛者だったが、当時仕事を得るためにこの事実を隠しておく方が得策だと判断したとする論文もいくつか存在する。長年リリーとゲルダに関する物語は、 デンマークをはじめとした世界中で来産されてきた。ゲルダによるレズビアンをテーマとしたエロティカの大量発見がきっかけで彼らの作品は再発見され、現在では展覧会やオークションも成功裏に終わっている。ゲルダの絵画を集めた特別展は2015年11月7日から2017年1月8日までコッペンハーゲン近郊のアーケン現代美術館で開催された。 デビッド・エヴァー・ショフが2000年に出版した小説、リリーのすべては世界的ベストセラーとなり多くの言語に翻訳された。この小説には多くの客色が含まれており、ゲルダはグレタ・バウド・ベイナーというカリフォルニア出身の名指令長として登場する。小説は2015年制作の映画、リリーのすべての原作となり、ゲルダは史実通り、 デンマーク人の設定に戻された上で、スウェーデン出身の女優アリシア・ビキャンデルによって演じられた。ビキャンデルはこの作品の演技で、第88回アカデミー賞助演女優賞を獲得している。映画には、エディレット・メイに演じるアイナー、リリーの異性層とエロティカを同一視したような脚本への批判が寄せられたほか、性転換した実在の人物の物語をぼやかし事実を切り捨てた。 こと、アイガーとゲルダの本当の話を伝えていない、ハンフィクションを原作にしたことに、抗議の声が上がった。ゲルダの感動的な作品に、表現されていると信じる人も多い彼女自身の、セクシュアリティについては、小説、映画のどちらでも全く言及されていない。荒俣宏は、荒俣宏氏の世界ミステリー遺産初集の、リリエルベの肖像画で、 彼女とその配偶者について紹介している。なお、彼女が主にパリで活躍したため、フランス風に表記しようとしたが、デンマーク大使館へ問い合わせたところ、ガーダ・ベーナが現地読みに一番近いと言われたので、そう記したという。しかしながら、2016年に所蔵しているゲルダの作品コレクションを書籍化するにあたり、荒タは大阪大学世界言語研究センターのデンマーク語、 スウェーデン語研究室が編纂した辞典を参考にした。この辞典の表記にのっとり、2016年にアラマタが出版した本では、ゲルダの名前はゲアダビーナと表記されている。ありがとうございます。